はいどうも、はい、じゃこれ有村架純さんですね。バラエティの二の三って言ったやつですかね。有村架純枕使わない理由、軌道確保、共演者びっくり。いや僕枕ってやつですから、逆に僕びっくりしましたよ。なんか有村架純さんも枕営業と思いましたけど、女優の有村架純さんが6月6日放送されたバラエティ番組二の三に出演、寝るときに枕を使わない理由を軌道確保と語り、スタジオの面々を驚かせた。ただでもこれは理にかなってますよね。僕なんかでも見たことありますよ。いや枕をしないというよりはタオルね、タオルを枕代わりにするのが一番いいって言いますね。本当に軌道確保でね。この日有村が今一番気になるものとしてぐっすり眠れる寝具を挙げ、作品の入る前、クランクインするまで絶対に寝られないんですと。緊張のあまり不眠気味になるため、ぐっすり眠れる寝具が欲しいと語ると。ああなるほどね。そして自身は枕はしないんです、寝るときと明かし、その理由を軌道確保と説明し、これにタレント朝日奈央は枕使わない理由に確保、軌道確保聞いたことないですと。いやでもこれ聞いたことないっていうか、あの本当に理にかなってると僕は思いますよ。僕は聞いたことありますけど。番組進行を務めた陣内智則もあまり27歳の言葉から軌道確保って聞いたことがないとの驚きが上がった。ちなみに嵐二宮、枕全く気にしてない、俺だって今使ってる枕どこでどうやって手に入れたのか分かんないもん、多分どっかで買ったんだろうねきっと、寝具には無頓着な様子を見せたということなんですけど、慣れですよね。でもそれはね、僕結構枕は何使ってるのかな、多分クッションですよ。僕枕というよりクッション使ってるんですよね。この有村さんの、本当有村さんが多分一番健康にいいんですよ。本当に本当タオルをこうしていって、それで寝る、軌道確保して寝るのが一番本当に体にいいなんて話は僕はなんかで見たことあるんですが、でも寝づらいんですよね、そうなるとね、こんな感じなんで。だからやっぱり僕もね、もうクッション高めにして寝ちゃうんですけど、本当はそれ良くないみたいですけどね。有村さんはこれはいいと思います。本当になんかね、僕のね知り合いとかでね、ミニマリストの人がいるんですけど、まあ、その人はもういろんなものをどんどんなくしちゃってるんですよ今。結局ね、今行き着いてるの布団もなくなっちゃったんですね。布団、ベッドも布団も捨てちゃって、で寝袋で寝てるんですよ、家の中で。何もない家の中で寝袋で。ただその寝袋も最近いらないって言い始めてるんですよね。で床のまんま、そのまんまでペタッと寝る、仰向けで。だから枕ももちろんないんですよ。床の、硬い床の上でペタッと寝る。でそれが今寝やすくなってるって言うんですよ。だから人間って慣れるもんなんだなって思うんですよね。普通ね、僕らから考えると寝づらいじゃないですか、フローリングの床にね、そのまま仰向けでペタッと寝たら体痛くなるようなイメージがありますよね。寝返りも打ちづらいしななんて思うんだけど、いやそうじゃないみたい。そう、それに慣れると寝袋がまるでふかふかのベッドのように感じるって言うんですよ。もう適応能力ってすごいなと思いますけどね。ただまあ僕はそこまでできないですね。やっぱり布団は無圧っていうね、有名老舗寝具メーカーが昔から出してる一番寝やすいやつですよ。あれをね、あれじゃないともう寝れないですね。無圧使って体がこうほんと浮いてる感じ。エアーウィーヴなんかもいいです。あれ硬いんですよね、ちょっとね。よりも無圧はなんかこうスポンジみたいな特殊のなんかでできてるんですけど、そこでこう体を点で支えてくれるから、あれが一番寝やすいです。うちの犬もと一緒にそこで寝てるんで、うちの犬も贅沢だと思う。うちの犬も無圧じゃないと多分もう寝れないと思います。まあそんな感じで、有村さんは枕いらないらしいです。